と二人のはすいませんでした <laughs> 夜中の1時半ぐらいにパッとつけたら「<え>ああ郁恵さん」っつってると夜がやってるんですよ一週間に1回で,で 1> ちょうどつけたら郁恵さんで<え>ずっと見回してしまって送っちゃったんです,なんですかフジテレビのなんかこうずっとなんかや,やってる番組かなんかなん,ですか,なんかあのえっとフジテレビワンというフジテレビ ONE?CS、うん、なんですよ ここで。地蔵の見て、それも。あ、かわいい。かわいい。映像が。映像が乱れているのかそれとももう。時代がそういうね。若さの。エネルギー。のそうですね。ね。高校ね。夜中に人をね。でも、全然印象が変わらないのがすごい。この前が面白いです。この絵が。郷ひろ そうだ、野球チームの話になったかなんかで、<う>みんなユニフォーム姿で出てる。こんなんでした。大浜さんの顔な,んし,し,んんんなし、この年代の2人ってすごいですよね、みんな。んんな確かに。<あ>65だもんな、広瀬ささんもそ、はい、じゃあ美里村。うん、はい、はい、おはようございます。よろしくお願いします。 いや遅くなっちゃったはい,はいはいママ今日は大晦日だったのに背のなんかも汚いままですねはい大きなお世話いいよはい吉川ですよろしくお願いします <laughs> それじゃ本番いきます皆さんよろしくお願いしますお願いします はい先生ご力を出しますはいママ今日はおみそかだってのに店の中きたらいまマ,マですねあらそうお正月を迎えるんだから大掃除しましょうよわかったわよやれいいんでしょやれはいはいいや遅くなっちゃったーいやイケちゃんいいとこ来たわ大<ん>掃除手伝ってそれどころじゃないわよちょっと紅白見なきゃ紅白ねママテレビつけてうちの店テレビないわよ <laughs> えー いいこんばんは、はい。こんばんは。あ、ひょっとして。吉川さんじゃないですか。はい、吉川美代子です。あ、あ<ー>行けちゃんお久しぶりです。吉川さんじゃないです。<laughs> おしゃれですね。ねえ<ー>。<laughs> <laughs> TBS の松坂慶子と呼ばれた方ですよ。あの松坂うしはい、なんです。では、まこちらいらっしゃいますのがあの波々って皆さん言ってるんですけど波木洋史です。はい、波木です。お願いします。詳しいです。あどうしようかなもう一人あのちょっとなんかブワっと見えてると思うんですけども紹介しなくてもいいかもしれないんですがクンコルガシです。はい、そう呼ばれてます。あここのママはい、必要です。必要なんですよ。失礼します。はい、失礼しまお母さん。 こんな大晦日で大変な時なのにどうしてこの虫の知らせに実はあの久々に夜の横浜港を見たいなと思って山下公園ちょっとぶらついてたそれからハスモかなと思ったんですけどまだかなり時間があったので時間潰そうかなと思ったらこの店空いてたんでちょっと入ってみたんです時間潰しにはいいかもしれないんですけども <laughs> まあ店ごと潰れちゃいけませんけどもね潰れそうなんですけど汚い店にようこそ本当に来てくださいまして大きなお世話いいよ そう言えばおみそかといえば久江ちゃんは紅白に昭和53年から6回連続ですよね確かえそうなんですしかも私覚えてるんですけれどもあの赤組のトップバッター2回やってますねそうなんだ相手は郷ひろんですそうなんですよあららららあんたたち聞いたすごいですねすごいのよすいはいあのねありがたい私の情報まで入れていただきます だけども、このお店好きな食べ物、何でもお出しするっていうお店なんです。<ー>汚い店なんですけれども、食べるものは超一流なんです。<laughs> <ー>で、どんなものが吉川さんと好きなんですか。さっきは天丼が大好きなんですけど、<ー>そんな大盛りじゃなくていいんですけど。うん、天丼作っていただけます?うん。お、天丼でよろしいですか?よろしですか。はい。じゃ、ちょっと超一流が出るかどうか。はい。ままある?。お任せください。任せたわよ。はい。 はいじゃあ天丼入れますはい皆さん写真撮りまーすそうだそうだこれねなぜ天丼かっていうのをちょっと聞いていただけると、うん、そう笑っちゃう話があるあそうなんですね <laughs> へぇありがとうございますほうほう <laughs> あそうだからこういうのをそのフードショーだとかどっかのデパ地下で入っているところはこれ売ってってこれ千円くらいあこれこれで千円多分千とか千五百円でいろんなの売ってんですよ、えー、すぐなくなるの結構渋谷の風土ドショーなんか,はかすごいねでもそううん <laughs> 食べながらいろいろあの難しいと思うんですけど <laughs> ぜひ聞かせてくださいはいはい大丈夫ですあありがとうございます。

すいませんでした。へい、お待ち。すごいのが来た。ああ、私ここの天丼大好き。ええ。もう見てわかるんです。はい。あの一週間前にも。テイクアウトで、ここの天丼食べました。どこのです、これママ。これ日本橋の金子半之助さんっていう。金子半之助さん。はい。行列店。毎朝豊洲市場で仕入れてる新鮮なお魚を使って。見た目にもボリューム満点。江戸前天丼。 変わってあのタレがすごく江戸っ子好きな甘辛い濃いめのタレで大好きなの。濃いものが好きなんですね。実はね私あのうちの母がね<ー>私を産むときに。 あの酸気づいて「うん、痛い痛いもう生まれる」っていう時に「痛い痛いでも天丼食べた痛い痛生まれる <laughs> 天丼食べたい」って言って<ー>周りが慌てて近所のお蕎麦屋さんで天丼の出前頼んで「痛い痛いもうすぐ生まれる早く病院やでも一口」って言って「天丼一口食べたわ痛い痛い痛い」って「あーでも食べる」って言って食べてそれから病院行って私が生まれたって<ー>本当にそう。それ <laughs> それを聞いてからなんとなく天童が好きになったっていう感じなんですか だからそのほらお蕎麦屋さんの天丼って出前で持ってくる間にちょっとこう衣がちょっとしなっとしてくるんですよ。でご飯にもたれがすごく染みてくるじゃないですかあれが好きなの。私どっちかっていうと天ぷらはサクッとカラッとしたのが好きなんでだからこうしなっとなってる天丼よりはなんかまだ揚げたての揚げたてが好きなんですよ。だから うん、まあ、おそば屋さんだったら天丼じゃなくてカツ丼のほかのものですけど、絶対おそば屋さんだったら天丼派なんですかそう天丼と、はい、盛りそば。えー、えー、ええ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 まさかそこの、一週間前に食べてらっしゃったって、カネコ・ハンノスっていうお店なんですね。うここは日本橋の本店行かなくても、何か所か。 百貨店だとかこうあのこう専門店街みたいなところに出てるんですよ。そんなお好きだったんだ。よかったどうぞ本当に食べながらいただきますでもおいたれおいあのどんぶりますねながあっい濃いのが好きだ。と上からさらにかけられる。本当に味濃いめが好きですか？濃いめ好き。うん。私おいだれかけないで食べてみよう。あこれって何から食べ何から食べ何から食べるかですね。えととエビとナスと これはなんだシシトウかなシシトとあと何これイカキス違うイカだイカですねイとあとこれのが舞茸か何かですかね何か食べます私ね、まずはエビを一口いただきエビから、二本あるから一本食べてそれから野菜かなで、あの締めにまたあげそう。ですかなるほどーナミナミや僕エビからですエビ持ってるはい、もうすで私こういう時って懐かしらね野菜から行く派なんですよでシシトいろいろですねはい、いただきます ちょっと甘めのタレで、うん美味しいですね。でもやっぱり甘めのものが、あの冷めた時でも美味しいんですよね。そうですね。辛いようんそう。僕もそう思います。うんあごご飯がいい感じに、そうなんですあの持ってくないだしご飯にもタレがしっかり染みるので美味しいですよ。ちょっと固めに炊いてあるからご飯があのベチョベチョしてない。あらあらあら。 ここ老舗なんだ。ね、美味しいですよ。みんな美味しいとこ知ってますね。一年の最後に大好きなてんとう食べられるって嬉しい。そう言っていただいて嬉しいですし、私も買って出して食べたわ。美味しい。あ、これやっぱり舞茸、舞茸だ。舞茸ちゃん。舞茸ちゃんっていうのうわすごいよ。これうん、大きいですね。うん、おっきい。うま。 昔はほらお蕎麦屋さんの天丼ってエビ天しかなかったのが最近野菜天だとかいろいろねあってだからね野菜だけの天丼なんか大好きっていう人もいますよね。であんんってなんか先ほど 打ち合わせの時にうんちゃらかんちゃらいろんな話をもうほとんど番組がそこでできるんじゃないかっていうくらいいろんな話をされてて、はい、<laughs> 出ちゃうけどもうずっとよ横浜はい父方も母方もあの横浜生まれて。うん <laughs> だから私もずっと横浜小学校中学校高校まで大学で初めて<ー>あの東京の大学だったので、うん、それで東京に行くようになりましたけどそれまでは夏休みとか冬休みに、うん、あの上野の,の美術館に行ったり博物館に行ったり親と一緒に、うん、その時以外は多摩川越えたことないですから。 あ,あとこれよく言われるんですけど横浜の人って神奈川県出身って言わないのがやらしいと言われるんですけど絶対これこの番組聞いてる浜っ子の皆さんは神奈川,です <laughs> 神奈川県出身っていったあなたは浜っ子じゃない <laughs> っていう <laughs> もう県民賞じゃないですけね神奈川県とかってね代表でなんか出ますけどもあの私も一応神奈川県代表で出たこともありますけど県民賞とかねまあ私の場合は神奈川県出身ですって言ったりする厚木市ですからね玉川を越えるのに結構大変なんですあそこを越えるのね最近東名もこうすんかね渋滞しますから一時間ぐらい超えちゃったりするんですけど大体横浜すらちの方は横浜ですって言うんですでもねそうですねよくあの紹介の時に神奈川県 生まれ、はい、横浜生まれですって言わざわざいやらしく <laughs> ああ言い直したりしてます <laughs> だ,だって <laughs> ずっと私厚着なので、はい 横浜行く時は小田急線で海老名まで行って海老名からえっと相鉄線だったかなっ横浜まで行くんですよ出かけるっていうともうフリフリのあの靴下履いてエナメルの靴を履いてよそ行きの洋服に着替えて横浜まで行きましたそちらにお住まいだったんですねそうなんですよそうなのかえじゃあ遊びに行くって言ったらどこら辺遊びに行ってたんですか基本はもう伊勢崎町でした伊勢崎町は うん、まず私が子どもの頃は伊勢崎町が中心でだからあとあの,あの辺で行ってそれから横浜駅の西口の方がだん,だん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 伊勢崎町よりも中心になってきたら横浜駅の方行きましたけれども、うん、基本は子どもの頃から伊勢崎町中華街、うんうん、あ,あと野毛山とかで野毛山動物園に行ってから伊勢崎町に行くっていう。 随分とこうかま、変わりちゃうじゃないですか。数年前に、あの石崎町。行ったら、なんか雰囲気が違いすぎてて。私の心の中にある石崎町じゃないとかって思って。でも、どんどんね、若い人たちが集まる。そうなんですよ。どんどんね、素敵になってきて。だから、山下公園から見る、その港の。 眺めがもう全然違ってきちゃって、うん、おしゃれなデートスポットみたいなもんでしたよね。と本当に私が子どもの頃は、はい、あの中華街もっと本当に家族で一族でやってるお店が多いし、うんはい、あんな立派なお店ってたらのはごくわずかしかなくて、ね、はい。 立派なお店も今、潰れちゃってますからね。そうなんですよ。有名なね、老舗みたいなところも潰れてるし。ね、だから、あの横浜の人って、餃子よりも、やっぱり圧倒的にシュウマイ食べるんですよね。それ崎陽軒の影響で。すわかんないけども、あの、中華街に行っても。あ、ち、あの、毎週一回、必ず、あの、日曜日とか、土曜日は中華街に行ってたんですけれども。その頃から、うちの。 家族一族一で中華レストランとかあのお店に入って、うん、シューマイ頼むばっかりで餃子って、はあ、餃子は自宅で食べるもんだみたいなふりがあって、えーえー、これって横浜育ちの方のあるあるんだと思います。うんうん 私大学だとか社会人になってあの中華に入ってみんなやっぱりラーメンと餃子だとかあとはまスープとか頼んでも必ず餃子頼むんですけど私だけいつもシュウマイであとみんなえシュウマイ頼むのみたいに言われてえこの人たち何中華食べたことないのくらいに思ってたんですけどそうなんだなるほどはい多分そういう人多いと思いますよこれはちょっとねちょっと驚きでした調べてみて面白いかもしれないんです。 けどでもそのずっと横浜育ちでいらっしゃってっていう感じですけどもう小さい頃からアナウンサーっていう職業に興味があったんですか？そうなんです。もう小学校関係小学校低学年の頃から、まあその頃はそのテレビでもうあの一日何時間しか放送しないっていうくらい、うん、あのだったので娯楽の中心が いつも家でかかってるラジオだったんですね。<あ>だからもう小学校上がる前からいつもこうラジオが流れていて、うん、でそこでアナウンサーの人が朗読もやればニュースも読むし音楽番組もアナウンサーの人が司会してたりして、うん、流れてる声はみんなアナウンサーだったんですね。うん、でなんとなくあ私もこうやってなんかラジオでなんかやりたいなと思ったんですよ。<ー>でも小学校だから入ってからあの。 ぬいぐるみが大好きで、うん、そのお人形さんよりもお誕生日とかクリスマスの度に、うんうん、あの犬のぬいぐるみとか<ー>クマさんのぬいぐるみをもらって、うん、そのたくさんぬいぐるみがなんあると自分で放送劇作ってたんです、うんうん、それぞれ名前つけてでも吉川美代子さんが入る前はどちらかというとニュースとかは 女性ア私は今年は TBS だったので、はい、テレビもラジオもありましたけれどもで当時だから、まあ、あの1977年入社した当時、うんえっと、女性アナウンサーの仕事は、うん、ラジオのい、うん 子供電話相談室の司会のお姉さんだとか子ども音楽コンクールの司会とかそういった子ども向けの番組とあとは天気予報当時はまだ気象予報士という職種がなかったので天気予報を読むのはアナウンサーだったんですね。それくらいうのを聞いててあとはテレビはもうワ,イドワイドショーの全盛期だったのでワイドショーのアシスタントそれしかなかったんですよ。だから入社した時に あの報道やりたいって言ったら、女のくせに生意気だと百年早いとかって、いやいや百年早いって言われてもねと思って。オーナーに政治家さんわかるかとか言われて、びっくりして出したんですよ。えアナウンサーさんを、そのしま小さい頃から、こうなんかこう目指して憧れてて。でも、その実際に入るっていうときには、報道をやりたいって思ったんですか。そうなんです。まあいろいろ考えて、まあ、だってテレビで、今のようにバラエティ番組とか、そういうものにアナウンサーって出てなか。 たんですね。だからきちんとこういわゆるドキュメンタリーのナレーションだったりとか、うん、あのきちんと何か伝えるのが自分に合ってるんじゃないのかなって気がしてずっと言ってたんですよ。うん、でほらゆくちゃんも分かってると思いますけどあのザンベストテクメさんと黒柳さんが、はいはい、あれに私まだだからあの報道に行けない時にね、うん、あの。 追っかけリ,ンかリポーターで出てた時に一緒に行くディレクターに「吉川君本当は一番何やりたいの?」って言ってディレクターに「実は報道をやりたいんです」って言ってたら報道にそれから入社6年目くらいからしっかり報道のキャスターになれたら、うん、そのザ・ベストテンのディレクターが「よかったね念願かな」って言って,く言ってくださったくらいなんですよ。うんうん な何がきっかけでその報道の方をやりたいなってだって今まであんまり前例がないようなね,うね女子アナとして、うん、まあ今女子アナっていう表現も、ねうん、向いてるかどうか分かんないんですけど,どやっぱり、ね、あのやっぱニュースをずっとやっぱり見てたり聞いたりした時に、うんうん、あこういうことを自分で伝えられるっていいなって。 っていあのね、まあ、久米さんはニュースをやりになってなかったんだけども、うんはい、やっぱり TBS の, T の,あの当時「ニュースコープ」っていう、まあ、日本の民放テレビで一番初めにキャスターニュースやった番組なんですけどそれを見ててああなんかいいなとなんか知的な感じのおじ様がきちんとこういうあの政治とか経済とかいろんなニュースをやってるって信頼感あるなって。 っっって思って思言ったんですねそれだってやっぱり私は多分バラエティ向けじゃないだろうってうのも自分で分かってたしまあ当時バラエティにあに曲穴なんか使わないだろうっていうのも分かっていたのではいだからただやっぱり当時やっぱり TBS 厳しかったのがあの、まあ、ニュースキャスターに来年から 春なってって、うん、半年前にすでに来年の春からニュース担当するんだったらその前に自分でニュース原稿を書けるくらい記者の,あの修行しろって言われて私政治部に入ったんですよ。<laughs> <ー>であのはい総理番とかいろいろ官房長官の会見とかその他いろいろ予算委員会の取材とかずっとやってたんですよ。<ー>あ今は全然そうじゃないんですけどね。<ー>当時はなんかも初めて女にニュース読ませるんだから それからやってくるんだけ困るみたいな感じで、だすごいあの勉強になりましたね。はあ、えー、アナウンサーさん。 っていうのは原稿を読むだけではなくて、そうやって自分で原稿を作ったりすることもできなきゃいけないんですか、はいまあ、？tbs の報道はそのレベルを求めてましたね。だから私なんかが本当にあのつくづく思ったのが、あの予算委員会を取材してて、うん、で、それがこうニュースになった時にうん、うん、実際に現場でそのやり取り見てますよね。うんうん、そのあそっか。 あの原稿に書かれた文字を音に変えてるんじゃないんだと、うん、つまり読み上げてるんじゃないんだと、うん、フォードアナウンサーは、うん、ちゃんと理解して分かって内容を伝えてるんだっていうのがやっぱり現場でいろんな取材してるうちに分かりましたね。うんうんうん、なるほどやっぱりその 背景となる、こう空気をちゃんと、ね、<や>分かってないと。そうそうただ字をずら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 読んでるだけになったら、何にも伝わらないってこと。単にこう、ね、印刷されてるものを、単に音に変えてるだけになっちゃうので。音の連なりだけになっちゃうので。はい。だから、それが分かって言うと、う自分の言葉になるので。歌もそうですよね、でもきっと。歌詞、気持ち分かって歌うから。 可愛愛らしいのの歌歌ににななる恋んです,もん、ね、です本当に歌詞の意味がわからないでね、うん、ただただにっこり私も歌ってましたけど「ねうん、ジゴロ」ってなんだって自分が知らないですけ <laughs> で「ジゴロ」って歌ってましたけども「へ <laughs> <laughs>、えー、こんなことだったんだ」みたいなのがとでわかったんですけど明日 <laughs> 若いでも女の子がジゴロわかってたらそれはちょっと気持ち悪いけどそね。<laughs> でももうアナウンサーさん、も何年をやってらっしゃ、何年やってらっしゃった。もう三十三十なもう定年まで六十までやって、はい。やってらっしゃって、途中でフリーになっちゃう人多いけど、私はちゃんと定年まで。すごい。そうか、最近フリーになられる方が多いじゃないですか。若くして。あれはね、どう思います。会社で最後までいたことによって、まあ平社員から。 まあ中間管理職になって、うん、まあ専門職部長になって専門職局長までなると、うん、あ,あ不思議なものでって変わってくんですよねあの若い頃は常に私主語、うん、はで見るのは自分の目の前の本当にまっすぐでそれがあの管理職になって副部長になると、うん、報道アナウンス班っていう、まあ、報道アナウンサーたちのあの。 十何人のところデスクになると主語が報道アナハンになるんですよでそれぞれの人の体調だとかいろんなことを考えて泊り勤務のシフトつけたりするようになってそうするとこう視野がまっすぐ自分だけの前じゃなくてちょっと広がるんですよ。それで今度アナウンス部の 専門職部長になると、うん、主語が報道アナウンサー班だけじゃなくてスポーツ班とか芸能班のアナウンサー全員になるんですよそうするとまた視野が広がって、うん、で今度局長とかになるとなんか電車レベルでの話になってくると、うん、主語がまたさらに広がって視野も広がってあこうやって人間ってなんだかんだ言って成長させてもらったんだなと思いましたね、うん、私は<ー>、はい、だから多分20代30代で フリーになると、ずっと主語が自分のままで、うん、見るのは自分の前へのことだけになるのかなって気はしました、うんうん。フリーになろうとは思わなかったんですか。なるほど。やっぱ報道ずっとやってたので、うん、あの、やっぱり記者クラブに入ったりとか、というふうにフリーになると、なかなか記者の人についてってもらわなきゃいけないとか、いろんな手続きあるけれども。自分が報道局員だったりすると、どこにも取材行けるっていうのもありましたし。うんはあ でその定年までちゃんと勤められた後は今度校長先生でしたっけアナウンそれはね、えっと、もう現役の時に TBS があの報道あのアナウンススクールを立ち上げると、うん、でその時にあの「君手伝ってくれないか?」って立ち上げから準備して。 あ、じゃ、それまでは、アナウンススクールっていうのはなかったんです、なかったんです。はい。それは、あの、tbs の中の。そうです。tbs が作って、アナウンス部と、まあ、他のセクションで合同でやって。うん、カリキュラムとか、なんとかは全部、アナウンス部が責任を持つ。っていうの、あって。えー、他の局はあったんですか。他の局も予定と,とありましたね。ただ、きちんと、お教室を作って。一年を通して。うん、あの、ずっとやってるっていうのは、確かテレビ朝日と。うん TBS でその時ですね。他はあのちょっと夏休みだけとかなんとかはやってたはずです。藤、うん、士もどこも、はい、一応新入社員として取った。じゃなくてこれはあのアナウンサーを目指す大学生のための予備校みたいなところなんですよ。うん、はい。でそこ卒業したら TBS に TBS だったり,り他のあの採用試験、はい、他の局の採用試験。うん あのキーステーションだけじゃなくて、全国の放送局のまあ採用試験にもまあ有利になるかもねみたいな形で、あの三ヶ月クラスでその次にまたえっとまず入門が初級になって初級が中級になるみたいな形で教えていくっていうのがありました。えー、はい、はあ。だからあの強みはやっぱり TBS の現役アナウンサーたちがみんな教えるっていう。うん、で校長は私だしっていうのがあって、うん、はなんかみんな新入社員の方たちって一番最初に テレビ出てご挨拶する時ってめちゃくちゃ緊張してたりとかするじゃないですか喋り方から姿勢から笑顔からって、ね、いろんなところを注意されてるんだろうと思うんですけどやっぱり言葉を伝えるっていう職業だから言葉にはめちゃくちゃうるさくしてたんですか やっぱり TBS 社内で、うん、あの間違った言葉遣いはいけないよっていうのは、うん、あの毎月のように冊子を作ってオンエア上で「こんな間違いがありましたこれ意味が違います」とかねそういうのはあのみんなにあのまだメールがない時代は、うん、印刷してみんなに月に1回ぐらい渡してて、えーうん、でメールになってからは一斉にあの間違いはこういうのしないようにとかってやるんですけれども,、うん、もなかなか全部の番組のチェック難しいので、うん、あの誰かち管理職が必ずどっかを聞いてて気が付いたらすぐ注意する。 するみたたいなことはししてましたね <laughs> よくありがちな間違いってどんだろうあのえっと最近はやっぱり4月2月本当は4月2月なんですけど4月2月っていうのは、はいまあ、そといういったアクセントの違いが大きかったのっていうのがある <laughs> 最近若い子がそういうイントネーションじゃないですか。 放送でそういうアクセントの人いなかったのがここほとんど今みんなちゃんとした番組のナレーションでも4月2月っていうので多分。 ほとんどの人がそういうアクセントになってきたら、それは今度正しいアクセントになっていくんだろうなって気はしますね。言葉って編成していくので、よく私気になるのはあの二人組とか二人組どっちなんだ。これね、あの TBS 系列は二人組にしてましたけど、NHK なんかは二人組だったりとかあるんですよね。あとね、よく通販なんかで無料っていう人がいるんですよ。無料じゃないのって思うんですよ。無料って言うんですよ。だから私ね、あの。 ドキュメンタリー番組とか見てると、うん、アクセントだとかイントネーションが気になってきちゃってイライラしてくるとかなって <laughs> <laughs> ダメなんですよ。<laughs> 違ううだろって人と普通に会話してても注意したくなっちゃういやあなたそれ違うのね日常会話だったら前後の流れで分かるじゃないでも何言ってるのか別に素人さんに注意すする気は全然ないでねただ放送で流してるもんだったらナレーションする時にナレーション頼まれたアナウンサーなりフリーなアナウンサーなりナレーターなりタレントさんは とりあえずアクセントをアクセント地点くらいは、うんあまあ、チェックしろよっていうのと、うん、ディレクターなりその,だの台本書いた人も「うん、責任持てよ!」みたいな、うん、イライラしてきて特に NHK だから「イライラ NHK あんたんとこでアクセント地点出しちゃうでしょ!」みたいになっても電話してやろうかと思うことありますよ。<laughs> 面白 やっぱり気になるでしょうねってそうだってねんか最近はもう「ら抜き」の言葉でもそれは OK になってきたけど。だんだん国民の半数以上がそうなったら多分それが正しいことになっていくんですけれどもまたそうじゃない言葉に対しては特に NHK なんだよってですね。 <laughs> <laughs> あのでもえアナウンサーさんじゃなくても昔の人でもやっぱり私は畑をやってる時があってでその畑をやってるメンバーで高齢な人がいたんですけどやっぱり言葉遣いにすごくうるさくて、はい、それであのくくクワだったかな、うん、あの持ってきてさクワはい持ってきてあのあのク持ってきましたとかって言ったら、うん、ゆかちゃんそれはイントネーションが違うと、うん、あの。 はで「もじゃないくわはくわ」じゃないんだとかってすごいうるさくてもうその「くま」と「くわ」と「くわ」んか言ってたらなんかわけわかんない。でも「くまのプーさんって言いますよ」って言っそう目のくま」と同じなんですよ。 ですかじゃあ熊のプーさんって言うんですかとかって言葉って次の言葉によってちょっと変わったりするんですよね。熊のプーさんの場合には一つの単語になっちゃうのでコンパウンドしちゃってるので多分平板になって熊のプーさんになったりとかって使うのはも。あと気になるのが普通経営者とか生命保険って生命保険って言わないし経営者って 放送局とか言わないのが最近経営とか生命っていう人が多いんですね。これ日本語のあのこれはもうあのきちんとしたそういうこうルールがあるんですけれども、あのローマ字に直すとすごくわかるんですけれども、I U E を母音が二つ続いた場合には初めの母音を伸ばすっていうのが日本語のルールなんですよ。だから生命だと S E I じゃないですか？正義で本当 I とああだから イイの方、絵の方だからいわゆる絵、セイ、イはセイ、イは発音しなくて生命になるんですよ。で、それが昔はそんなこと習わなくても、普通にみんな言ってたの。生命保険、放送局。それが最近アナウンサーの人もあっきり言うんですよ。それ私ね、考えてなんでだろうと思ったら、あの スマホとか携帯で打ったときにほら、うん、ローマ字入力とかするときとか、うん、まああのカタカナっていやひらがな入力でもせいめいって打たなきゃダメでしょそうはい、はい、そうだそれでみんなそうなってきたのかなって私は思うんですよ、うん、なる十年ぐらいのから顕著なんですよこの動きは、えー、そうなんですかただあの必ずそのルールにはあの例外があるので、うんうん、あの委員会は異がたくさんあるので委員会じゃ取るときは委員会になるっていうそうたまに恋愛があるんですけども。うんえー 基本はそうなんですよだからほら民放だとこの番組は「何々の提供」でお送りしましたっていう時に「何とか生命の提供」でっていう時に昔は習わなくても「何々生命の提供」でお送りしましたのは今みんな何々の提供でっ私もう定年退職間近にそれ担当した時に担当者に「これ変だよ」と私アナウンサーまでこれ三十何年やってて「何々生命」って言ったことないと。 そういうい名前のはずだよって言ってて言、うん、会社に聞いてみなっつったら、うん、会社、ね、そのあの聞かれたその営業の担当の人も若い人だから分かんないから、うん、いや普通にはだって「生命ってって、うん、振りがな振るでしょみたいになって。 いや、生命って言ってましたって、ええー、みたいになって。だ、そういうルール知らない人もすごく多い。なるほどだから、う度うどんどん変わってきて何が正しいかっても、だんだんちょっと分かんなくなってきてるところはあるんですね。うん、でも、本当に滑舌がいいんですけど、アナウンサーさんとして、一日の初めに、やっぱり、なんか、こう。早口言葉じゃないですけど、何か、こう、口の体操みたいにしていくんですか。今はやらないですね。で、う、も、ん、そ、う、の、ん、そ、う、の、ん、な、うんか。 アナウンサーさんとしてやってらっしゃる時ときとかやってましたもう あの入社してから15年くらいはまず出社するとあえゆえおわをかけきく結構加工は必ずやってましたねあそれだけで噛まずに済むんですか私舞台やってる時必ずそれをやってるんですけど噛むんですよいまだに噛んだりとか、うん、あれってなっちゃうんですよはっきり発音しようと思いすぎて口の形ばっかり気にしてから口の周りの方に力が入っちゃってあの下の根元が硬くなるから 滑らかじゃないんですよ。日本語って口の形はアイウエオの五つしかないんですが、母音のねアイウエオでも、あの下の位置と動きっていうのは全部の音違うじゃないですか。だから舌が根元から柔らかく滑らかに動けば、それぞれの発音綺麗に舌の動きと位置が決まるんですよね。じゃあ舌の根元どうやってやるんですか。だからどう反対に言うとあの唇閉じて。 あいうえをこうあの指で押さえちゃってね。国道さんみたいですね。そうそうあいうえを書きくってこう押さしして立ちしてあの下の下全体が硬くならないようにやるといいのとあとは私も今六十八段で六十五ぐらいからやってるのは五円性肺炎をほらあの防ぐためにあのやっぱり下とかあの動かした方がいいって言いますよねでその時にパタから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 ってやるとこの速さで。 えやってみてもバタ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 。

はい、歌も好きなんですね。ね歌手になろうとは思わたいます、ね。いやそれは全然、あの、聞く方だと思ってました。<laughs> <あ>ただ、だあの、うち、あの、家族がみんな、あの、クラシックもジャズ、ジャズも好きだったので。うんうん、子供の頃から、まあ、当時はレ、レコードですよね。うん、あの、クラシックもあれば、ジャズもあって、聴いてたんですね。うん、で、私にとっては身近な音楽だったんです。うん、で、高校に入ってから、本格的に。 ああジャズはピアノはピアニストはあれがいいとかなんとかがいいとかってなって、うん、で高校も放送部だったんですが <laughs> あの高校の放送部なんて昼休みにいろんな番組をやるときにね、うん、え自分でジャズをかけたりして,てえー、<ー>高校でジャズはい通う曲とかじゃなくて難しいジャズじゃないんですけども綺麗 <laughs> なジャズで特にビルエバンスっていうジャズピアニストが好きで <laughs> <ー>自分のあの担当曜日のテーマはあのビルエバンスのピアノ曲を演奏を テーマ曲にしたりとか。なるほど。あ、これそう。れてきましたね、これはあのいいバラードで、うん、ビルエイバースの演奏で、あのジャズ史上でもベスト3に入る名演って言われてます。マイ、えー、<laughs> フルイッシュハートって。 これラ,イブライブ版なのであのお店の中のざわざわも入っててすごいラ <laughs> イブ感があってうんそうなん,だうんえー、ライブ版なんだ。 高校の時ジャズなんか聴かなかったなこれが昼休み流れてたのお掃除はかどらないねこれじゃ <laughs> ゆったりしちゃって,て <laughs> ゆったりしちゃって <laughs> ほうきなんかもん遅くなってぎ優,雅優雅な優雅なっちゃう。はあ <coughs> これライブのあのレ、ね、あのレコードなんですよ。そうですね、だから、あのドラムとかも入ってるんですよ。そうですね。ちリズムも入ってるんで。ビデーマスのトリオで、あの。ニュニュ,ニューヨークの、有名な、あのジャズクラブでの。ライブ録音なんですけど。まあ、生涯で、なん、何回かスタジオ。録音もしてるんですけど、これが、やっぱ素敵かなって。いう,のう結構。 何をかう行かれたことあります?。なかなかちょっと選ぶのも難しかったで<ー>これで。じゃあ、池さん戻りましょう。はーい、どうぞ。ええ、吉上お子さんの、もうね、これはもう高校の時からというか、なんかもう。小さい時から、お好きだったという、<laughs> ビルエヴァンスの。マイフリッシュハートですか?はい。愚かなり我が心。これライブ版ということですけど。これを高校の時からもう。 好きでした <laughs> 放送流してたと高校で <laughs> ー<ん>えー、今すごくなんかしっぽりくるなって感じなんですけど高校の時のこれが私受け入れられたかなと思ったら入ってなかったかもな体には <laughs> <ん>おしゃれですね着るものもおしゃれだけどなんかやっぱり横浜生まれ横浜育ちの方はちょっと違うんですね。うん <laughs> <laughs> その言い方ちょっととげありますかごめんなさいそうですか隠してたつもりがちょっと出てました厚木ですもんねあそうなんですお山近くですさあそんな吉川さんですけど虫の知らせ的な体験ってありましたか私自身じゃないんですけれどもあの飼ってた猫これあのゲンっていう名前のあの元野良の茶トラ猫だったんですが あの東京が揺れる地震、うん、これ震度2とかぐらいなんです、うん、でも2でも3でも東京が揺れる地震の24時間くらい前に独特の行動をするんですよ。うん、で初めはね何やってんのかなと思ってて、うん、そしたら必ず24時間まあ長くても48時間以内に東京揺れるんですね。<ー>あれこれこ地震 近づいてる時にあるのかなと思って手帳にチェックするようになったら7割近いんですよ確率が当たる確率がただ東日本大震災の時にはもう5日くらい前からその行動してたからこりゃちょっともしかするとこれだけ連日近く間こんだけの行動するからちょっと大変かなと思ったら東日本大震災の時は東京もね震度5以上だったしでした なるほど。ね動物ってでも、そういうとこありますよね。そうみたいですよね。特に元野良だったから、その辺普通こ代々飼い猫だった猫に比べると、なんかそういうこう察知能力っていうか、強かったのかもしれない。自然のね、変化っていう。も今もやっぱりあの保護猫二匹いるんですが、あのが死んだ後に、あんまりやらないです。 やっぱりありますよね。性格みたいなね。さあ、ちょっと、なみなみ。吉川さんという、こういう方、どう、どういう方なんですか。面白い。僕ね今ね、源ちゃんの話しましたね。でね、ずっと、僕がさっきから、ずっと見ていたのは。この上にね、あ、この上に、あの吉川さんの上に。チャトラって言いました。チャトラ。その子って、尻尾が島の子ですか。そうです。島まで、尻尾の先までしましょう。で、その子が、ずっとね、尻尾、をこの肩に、こうやってかけて、上に乗ってるんですよ。ええ。 まあ、別にこれ、憑依してるわけじゃないんですよ。守ってるんですけど。そう、でもね、その尻尾がね、島なんです。そう、こういう島。で、そう、その子はそこで、ブラン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 尻尾をやっていて、まあ、これ遊んでるんですけど。でも、こうやって、こう、猫、動物霊っていう、まあ、言い方がありますけど、もう、守ることって、あるんですね。で、実は打ち合わせしてる時から、そうだったんです。なので、しっかり、その子は、こう、守りに、入ってる、ですよね。あの、吉川さん、に感謝してるんです、とても。そうなんだ。 ちゃんとその動もちろんですもちろんですだけどそうやって守る感じでいたりすることがあるんですか、うんうんうん、この子的にはその吉川さんのことを「相棒」とか「パートナー」「飼い主」っていう意識を持ってあの飼い猫じゃなくてソウルメイトみたいな感じで、はい、だからもうあの22歳で大往生した時には私の腕の中で死んだんです、うんはい、21歳だった歳で日未満 おじさんにもう駄目だって言われてもそれこそ仕事休んで3日間もフリーだったんですけど仕事他の人にもマネージャーにお願いっって代わってもらってずっともう隣に私が寝て「げン大丈夫だ死ぬの怖くないよほらお母さん猫と会えるんだよ苦しくないよそばにいるから大丈夫だよ私も最後までいるからほらげ嬉しいねお母さん猫がげんの子と待ってるよお父さん猫もいるかも」ってずっと声かけてたの。 そうやって送り出してあげたらそのよくね動物がなくなっちゃうと動物ロだから三年間は毎晩もゲンと思ったけどあの周りからそんなに猫好きだったら同じような境遇の元野良猫とか捨て猫をあのにちょっと愛情注いだらって言われてそれであの保護猫に引きってんですよ。なるほどでもいるんだそのゲンちゃんいますでだからその相棒とかパートナーとかそういう意識なのでそういう意識と関わ てるはずなんですよこの子とその通じ合ってるので、ねうんですよねそう,そうただ猫好きっていうよりもこのゲンちゃんにはとはちょっとこう特別なつながりがあるのでその単純に猫が好きっていうのとはちょっと違うんですよねっていう、うんうん、もうゲンはゲンでした、うん、猫とかじゃなくて、うん、そうですねそう,そうだからこの子もそういう意識でいるのでだから今もだからあんまり自分の子の猫だと思ってないんですよこの子そういう意味で 別に人間と思ってるわけではないんだけど、うん、その猫とかっていうその飼い主と飼い猫とか、うん、飼,い飼い主と飼われてる側とかそういう意識ではない。だからうい,ういやでも泣いてきちゃう そうでもねそういう形でずっとやっぱり、ね、サポートに入ってるんです。でね動物がこんなメッセージを伝えてくるって不思議って思うかもしれないけど動物もメッセージを伝えてくるものなんです。それでねそう吉川さんは、えっと、ね今ねそのあた自分にとっての新しい方向性を模索していかなきゃいけないタイミングって言っていてねで来年っていうのはちょうどこうもう年が変わる時ですけど来年というのはそのね新しいその方向性に関していろいろとね例えば人に相談をしてみたり人と会ってみたりいろんなこう準備をして いく年に入ってるって、そういうことね、伝えてくるんです。不思議と、猫ちゃん、ちゃんがです。赤ちゃんであっても、メッセージって、実は伝えてくるんですよ。そう、なので、動物が伝えるっていうふうに言うと、普通に聞くとね、不思議と思うかもしれないんですけど。でもあるんです。でもね、この子は、すごくそれをしきりに言ってくるんですね。まだまだこれからだよって、おっしゃってるので。はい。そう。で、そこで、こう、チポーブランさせてるんです。肩のところで。はい。今まで、動物があって。 ルミコさんも確かなんかねそうで,ねでしたけど、ね座ってねブランブランとね遊んでるっていうのはあんまりね、はい、伺ったことないけど、そうですね。<ー>そうなのでその子はしっかり入ってます。はい、でもう一人あのこの方はえっと吉川さんの前世の方に当たるんですけど、これ、ね、ロシアなのかえっとね亡くなって吉川吉川さんとして生まれ変わるまでの期間がものすごく短いんです。でもこの方はジャーナリストをやってるんです女性で。 うん。でその方の実は影響を受けています。うん。そう。だからそういったね意味で本当はその本当は手変な方ですけど、こう何かこう一つの事柄を突き詰めていくとか、ちゃんとこう調べていくとか、精査していくとか、やっぱりねそういう気質っていうのをもともん持ち直して。大そういうこと大好きです、ねうん。でこの方ももちろんもちろん手変な方ですけどそうなんですよジャーナリストなので、その気質をそのまま受け継いで、で今回はこういうお仕事に。 つながっていたりするんですね。はい。この女性、多分この時代に女性のジャーナリストっていうのは珍しいんじゃないかと多分思います。でもその方です。はい。調べなきゃ、うん。はい。えっとね、1939年。多分この年に亡くなっていると思います。あ,あ、そうですか。はい。うん。大戦前ですね。そうですね。はい。 海外にもいろいろと取材とかも行かれたりとかっていうことあったんですか何回か大きな時には、うん、東西ドイツの統一だったりとかそういう時ってなんかこううわーっと自分のなんか血が騒ぐじゃないけどそうですねそういうことありました、うん、2>, もう2日間くらいにならなくても大丈夫だったりとか。うん、へー はい、ありますね、やっぱりそういうのって現場に。はあ、なんでしょうね。そうなんでしょうね、うん。オーラなんかを見ていても、黄色とブルーがすごく綺麗にコントラストで入るんですよ。うんとね、すごく表金で楽しい部分と、すごく真面目で突き詰める部分とって、両面を。すごく、こう、お持ちの方なので、うん、あの人としてね、こうやって、あの、関わってても、とてもね、魅力的な方だと思うんですね。面白い、うん、面白かったり、表金だったり,ったり。面白いかと思ったら、急に怒り出すしね。最初。 だなと思ったら、そうじゃなく。はい。なんかほら、もうみんな怖い怖いって、何を根拠にって感じですよね。ただね、でもそれって、別にその厳しくあろうとしてるわけではなくて、違うものは違うと言ってるだけなんですよ。そうですね。そうそうそう、だからそれに見事にバシッと嵌まっちゃうと、怖いになっちゃうかもしれない。はい。そう、そういうね、すごい綺麗なコントラストが現れてます。はい。でも、その猫ちゃんは、来年。はい。 来年ですよってもうね明日から来年っていう感じですね2023年に向けてそうですはい。2023年はその準備の年なのでその次の年になります2024年ですねへえ。元気でいなきゃそうですそうですそうですよ元気でいなきゃってまだまだ元気じゃないでも2024年からですよねそうです70ですよ私全然大丈夫うん全然 だってなんか元気もりもりって感じで健康第一で頑張らなきゃ点取った目でそうですそうですはい本当ですね本当にそういうメッセージを伝えてくるのでそれをねサポートしようとしてるんですよねこの猫ちゃんゲちゃん素敵そういうことありあるんですあるんです猫って感じなんですよゲンはゲンなんですよえその猫ちゃんとのね出会いは何だったんですかあの ある日買い物を終えてあのスーパーの買い物を終えて大荷物持ってマンションに向かってったら目の前の,あの、まあ、車の入れない道路だそのど真ん中に茶色いトラネコがこっちを見ながらお座りして「うん、すごいああ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  来るかいって言ったら、ついてきて。ええー。それで二十二年。<う>で、すぐ病院に連れてって。で、オス猫だったし、まあ、うん、飼うんだったら、矯正、うん、手術しなきゃいけないし。それで,で,で、あんまりハンサムだったので、うん、現地物語の光る現地から、ゲンと名付け。なるほど。なるほど。ほど<ー>やっぱりお医者さんも、ずっと見ててもらったお医者さんも。ゲンちゃんと石川さんは、ちょっと、あの。 つながりが強すぎるから、多分吉川さんが他の猫拾ってきて、あの子猫一緒に飼おうと思っても、多分元の方が多分吉川さんは僕のものだだけに思ってるし、ダメだよって、もうもう帰るともう、でもずっともういろんな声だね。今元が来てますね。どうに吸ってますから。 あそうですか。面白い。でもそれを聞くとこの子のそういうこう守り方だったり、あのエネルギーが、あなるほどそういうことかってわかりますね。はい。でもやっぱワイルドでしたよあの子猫でもどうにかそこまで生き抜いてた猫なのでネズミスズメハトヘビ山のように取ってきてましたから。へえ。それで初めの頃あの。 完全に,どこに住んでたんででたすか<あ>うう都内なんですけれども緑が多い住宅街の中の低層マンションだったので、ええ、あのちょっと自由にこう庭とか出入りさせてたんですが、ねええ、帰ってくるとリビングルームにヘビがところを巻いてたりだとかああもう <laughs> スズメだとかハトとかヘニャーっつってネズミがなんか生き延びたネズミがプチャ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 ,チャっつって来たとか。ああ だから、それはね、私吉川さん、どうしてたんですか、それ、それ見かけたら。遺体処理してまして、い意外と平気だったんですね、だから、それも。だ、げが取ってきたものだったら、私は許せたんですよ。だから、それもちゃんと弦分かってたのかなっていう感じで。この関係性。ほ、ね、かだったら、嫌ですよね。蛇、ね、さすがにでも、蛇がところを巻いた時には。はどうしようみたいな感じで、げどうにかしてみたいな感じだったんですけど。ね はい見せたかったんでしょうねやっぱり自分がってきたっていうでも意外と私も平気だったのでそれもちゃんと分かってうちに来てくれたのかなねえ大棒ですよね本当だすごい話通じた感じですもん何しろおしゃべりなかったゲゃこの女優さん綺麗だねってとうー で帰ってくるとどういうふうに言うんですか <laughs> してお腹出しながらゴロンゴロンして <laughs> <笑><笑>何ずっと何を泣いてました私はうちでずっと話してました <laughs> <笑><笑><笑> ずっとそうやってずっとお互い普通なんかこうなんかペットの前だと急に赤ちゃん言葉になったりとかしますけどそうじゃなくて猫語で喋ってたしですなるほどこれはすねこれはそうですよね面白い素晴らしいでもねなか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 なみなみ言ってくれなければこの話だってここまで広がらない普通こんなのかちゃってたら話さざるを得ないのですごい しょうがなかったでしょはい、そんごく気になってしょうね。ずっとここでブラン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 しっあ、ね、やった、はい、私たちには見えないけど、えー、ナミナミナミ見えるわけでしょはいはい。はい、気になってしょうがない、ね、気になってしょうがないです。だから。<laughs> <laughs> じゃあ吉川さんがテレビに出てても、ずっとブラン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 して。手塗った。やめて、ね、<laughs> はい、OK です。コマーシャルです。 面白いでもだからその本当に1週間くらい前から無意識もなくなって何にも食べないし、うん、あのもうダメだって言て体も冷たくなってたんですけれども、うん、でもこうずっと横になってから2時間ごとぐらいにこう向きを変えてあげてずっと耳をほら聞こえてるかもって言われから。うんうん 死ぬ苦しくないんだよ大丈夫だよそばにいるよって言ってでもう一週間も食べたのでガリガリになってじゃあ CM 明けその端からいきましょうじゃあ6ページからいきますはい。じゃあ池江さんどうぞいやそのね現状でも私たちはもう1週間以上もう本当にあの泣きもせず飲みも食べもしないでお医者さんにも一一日か2日たっていうのはもうずっと 息伸びてたんですね。うん、で声はもちろん出せない、うん、なのに、うんうん、えっと死ぬ四、うん、時間前にいきなり聞いたことがない大きな声で、ってさあこれ最後のお別れしてくるんだと思って。まけんちゃん。 大丈夫だよそばにょって手を触ったら日給を触ったらもう冷たいんですよそれってもうギューッと私の指先日給でギューってもうもうもうなもう多いよなけなけんちゃ大丈夫だよ大丈夫だよつってそれからなくなりましたちゃんと最後の別れしてくれたでも動物ってなかなか成仏ができないって思うよね寄せすぎちゃうと言いますけど ちゃんと成仏をしながらいだからイケンちゃん大丈夫死ぬの怖くないよ、うん、お母さんで答えるんだよ、うん、お兄ちゃんいるかもよ、うん、お姉ちゃんいるかもよ、うん、とか言いながら、うん、苦しくないんだ、大丈夫です、お姉さいるからってもうずーっと声をかけてたほんとでね,ねちゃんと送れてあげてたっていうことですね すごまあ2022年にいいお話を伺書くそのもう大晦日ですよ。本当ですよ。来年再来年へとなんかすごい希望が出ていやあります。本当そうですね。本当ですね。本当2022年ももう残りわずか何時間かなんですけど、この後石川さんどうされます？このあとそうですね。 まあちょっとここ出てからやっぱり初詣行くんですけどその前にあそうだ私天丼食べちゃったんですけどお蕎麦食べてないよ年越し蕎麦ですねやっぱり,っぱりですね,ですねそんな時はママママはいわざ,わざわざ食べに行くことありません、ね、私の顔の聞く蕎麦屋さんありますからじゃあママ一人で行ってちょっとみんなのさ年越し蕎麦ね四人分ママ今日入れていいから四、うんうん、<laughs> 人分お願いねお願いしま,いしまはいよはいそれでは波波からのワンポイントアドバイスです。 えー、僕たちねいろんなその人間として生きていれば問題とかねトラブルとかっていろいろ抱えますよねでもねそれをどうやって乗り越えていったらいいですかっていう質問があったんですけどこのねトラブルや問題っていうのはたまたま偶然に起きるんではないんですね必ずそこにその人に気づいてもらうべくメッセージ性というものが含まれていますなので何か問題が起こった時にまたは悲しいこと苦しいこと辛いことまたはもう感情がかき乱されるようなことが起きた時に辛いんだけど 一旦立ち止まってここで私が何に気づく必要があるのかな何にここから学べと言われて何を学べと言われているのかなそれをねちょっと自分でこう反省すると言ったらいいのか内省すると言ったらいいのかちょっと向き合ってみてほしいんですね。でそこここであきっととうういいなななんじゃないかな でもしそこで気づくべきことに気づき学ぶべきことを学べたら急にそこがポーンって開けていくような道が開いていくようなことっていうのが起きるんですね。なのでぜひね苦しい時ほどその現実に翻弄されていくんではなくって自分に立ち返って自分と向き合ってみるそれをね、えー、し,ていてしてみていただけたらというふうに思います。 ねえ皆さんごめんなさい年越しばはどうしたのダメだったのもうお店超満員で <laughs> 慌ててコンビニ行ったけど<か>お蕎麦全部売り切れ <laughs>、えー、でも申し訳、これ買ってきたここれ <laughs> これ,これ <laughs> ご苦労様でしたって春雨。 ないのよこれよ似てないってもんじゃないんですよあら、<laughs> ナ,ミナミに怒られたまあ,まあまあまあ、おみそかっいうことで許すわうん <laughs> イクエちゃんも優しいじゃあさ、早いからもうちょっとまあね、早いけど店閉めてみんなでおみそかの賑やかな街に出ましょうか、はいね、そうしましょうそうしましょう、はい、では、で、改めてここで、えー、リスナーの皆様にはい

お疲れ様です。いすはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。した写真撮ります。はい。よかった。げんちゃん、もらんだ本当に。猫、はい、ちゃん。猫ちゃん、すごいな。今